チェンクロ普及委員会カッコ仮。絆が物語を強くする。スマートフォン向け RPG の常識を超えたセガのチェインクロニクル。絆が絆をつなぐチェンクロの世界普及と A&G ガールズプロジェクトトレフルのラジオリスナーをつなぐチェインプログラムです。これは絆が紡ぐ RPG、 200人の仲間と奏でる壮大な物語。さらにキャラクター同士の出会いが生み出すチェインストーリー。今までにない突き抜けた爽快バトル。圧倒的ボリュームの物語を仲間と共に戦い抜け。チェインクロニクル。A&G ガールズプロジェクトトレフルチーフマネージャー兼チェンクロ普及委員会委員長加納優衣です。チェンクロ普及委員トレフルの石川優衣です。同じく一木千尋です。一木千尋さんです。はい、チェンクロ普及委員会カッコ仮、今週も始まりましたよ。先週のおさらいをしたいと思います。はい、先週はですね、テーマソングの歌詞が発表になりました。そうです、私たちトレフルがですね、チェンクロニクルの歌詞を、はい、歌をテーマソングをね、歌わせていただくんですが、はい、その歌詞を、先週発表したと、はい、ということでございます。皆さんからね、いただいたキーワードもしっかりね、はい、あの歌詞の中に入っていましたよ。はい、覚えてますか皆さん。そしてラジオドラマも、始まりましたね。2週前から始まりました。始まりました。毎週ね、やってますからね。皆さんぜひぜひ聞いてください。はい、そして今夜は番組の公開生放送以来です。おゲストさんがいらっしゃっておりますよ。こちらの方がいらっしゃいました。お呼びしましょう。はい、株式会社セガチェーンクロニクルプロデューサー新小田裕二さんです。どうぞ。やっぱりそこできるどうもどうもお待たせしております。どうもお待たせしております。なんかあれですか、はい、前回囲まれましたけど、今回はあの圧迫面接的な感じで、ね、はい、迎えするスタイルでいきたいと思います。志望動機とかをまず語る感じですか。でもあの頃からだいぶ私たち丸くなりましたのでかなり丸くなりました。かなりもう本当に丸くなりました。そうだって、はい、セガさんが私たちの謙虚な、ね、願いを叶えてくれたので、私たちももうそりゃ丸くなりますよ ね、はい、ねちょっとあの時尖ってたんですよ私たち結構尖ってましたトラウマになっちゃいましたねえそんなこと言わないでくださいよ。いや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 、はい、はい、そして、チェインクロニクル70万ダウンロード達成と。うそうなんですよ、おかげさまで。ありがとうございます。ありがとうございます。アップデートも先日終えて、はい、今もう本当絶好調ですね。絶好調でございます。あの初めてのメジャーバージョンアップということでですね、はい、AP 上限の変更、こちらですね、うん、AP が少ない少ないという、皆さんのお叱りの声にお答えしましてですねAP 上限をなんと、はい、一律10おアップさせていただきました。だいぶ、はい、軒並み好評でございます。ありがとうございます。嬉しいよね、もっとできた、はい、できるんだと思うもっと戦える、私いけるぞ。そうですね、曜日クエストの中級がね2回回せるようになるみたいな、はい、結構そういうユーザーが多くてですね、楽しめます、ね、喜んでいただいております。絶好調でございます。はい、はい、そして、勢いに乗ってさらに加速ということで、うん、シャイニングブレードとのコラボも始まりました。そうでございますね、はい、実際のコラボ自体はですね、はい、まだ、告知、されてないんですけどもですね、はい、だいたい24日ぐらいに詳細の発表ができるかなと。なるほど、もうちょっとですね。じゃあ言ったところでございます。はい、まあ、シャイニングブレード、セガの人気 RPG なんですけどもですね、はいはい、8月にですね、はい、PSP の、何でしたっけ、 PSP の、はい、ベストヒットの方で、はい、再発されましてですね、はい、こちらの、RPG とコラボさせていただきます。はい、はい、で、Twitter キャンペーンを現在行っておりまして、はい、こちらの人気イラストレータートニーさんの描くもう台本丸読みですけども、サイン入り、はい、クセ原画色紙が3名に抽選で当たります。すごい。こちらの応募期間がですね、現在応募中で、
9月27日金曜日まで行っておりますので、はい、さらに抽選に外れてもチャンス、40名様に、シャイニングブレードオリジナルクリアファイルをプレゼントしております。おこちらの応募はですね、はい、チェンクロの公式ツイッターをフォローして公式サイトからツイートするだけと。なるほど、非常に簡単な、はい、丸読みしちゃいましたけど。ではまずツイッターをフォローして、はい、チェンクロの公式ツイッターをフォローしてもらって、で丸読み苦手です、サイトからツイートをすると、はいはい、いうことですので、はい、簡単ですね、これだったらね、パソコン1個ね、はい、あればね、パッとできちゃいますからね、はい、はい、皆さんぜひやってください、はい、そして24日あたりに詳細が、出てくるということですので、はい、はい、キャラクターが遊びに来てくれると思います、チェンクロの世界に。いいですね、はい、楽しみですね、それぞれ例えばね、どういう役割というかね、うんうん、騎士なのか戦士なのかとかっていうのも、そうですね、その辺もぜひ予想していただいたりとか、はいはい、楽しみにしていただきたいなと、はいはい、それまでにいっぱいねゲームして、うんうんうん、はい、それぞれランクを上げたりとかもね、はい、してください、皆さん待っててください、お願いします。みんな分かってるかと思いますが、新オダピー今夜はトレフルに関する大事なことで来てくれました。大事なことで来てくれました。大事なこと、そういうふりですか、ドキドキ、はい、みんなちゃんとお膝の上に手を置いてるね、はい。なんと姿勢がいい、そうなんですよ、うちの子たち姿勢がいいんですよ、はい、謙虚です、本当に謙虚なもので、新人なんでちょっと、はい、なんとトレフルが歌うチェンクロのテーマソングのタイトルが決まりました。わーということで皆さんにご応募いただいたというね、そうなんですよ、はい、そうなんです、新オダピーからタイトルの発表をしていただきたいんですが、はい、いいですか、はい、ではよろしくお願いいたします。気になります、タイトルは、はい、絆の物語です。はい、ねえ、これなんか本当にいい曲でですね、本当本当にいい曲です、うん、開発陣がみんなポロッとしちゃった、うわー、はい、なんかこう物語があるようなこの曲自身もね、はい、そして歌詞自体もね、マネージャーさんから応募いただいたと、はい、いただきまして、ありがとうございます、ね、実は他にもあるんですよね、はい、発表が、そうですよ。ありますよ。ありますよね、はい。ありますよね。あります、あります。これも結構大事なやつなので。そうですね。はい。発表をお願いします。なんと、はい、トレフルが歌うチェンクロのテーマソング絆の物語。はい、こちらがですね、はい、トレフルのアニソンカバーアルバムに、にスペシャルトラックとして収録されます。やったー、これ来た。これ来た。来た、これ入っちゃう、まさかいいんですか、こことのチェーンがあるとは、チェーンしまくりですよ ね、 コラボしちゃって、6チェーンぐらいしてますね、6チェーンぐらいしてますね、マックスチェーン、はい、すごい、嬉しい、ありがとうございます。さらになんとチェーンクロニクル関連のアイテムも特典として封入予定と、いいんですか、そんなことで、ね、すごい、すごい、いいんですか、ありがとうございます、大丈夫ですか、みんな青ざめてないですか、驚きでみんな、はい、大丈夫、わー、すごいこれは知らなかった、すごい、なんとね、こう今言ってたのは私たちの台本には書かれていない、書いてない突然何を、そう、もう一つって思っちゃう、うん、あれって思ったら、はい、ピーってボールペンでメモりました、あ、嬉しい、ありがとうございます、いやいやいや、どんなのかね、どんなのかね、楽しみですね、これね、そうですね、楽しみですね、これはすべてまた後日、はい、そうだよね、キャラなのか武器なのかとか、あ、そっか、確かに、いろんなパターンもございますからね、そうですよね、はい、それもこれからですね、これからですよ、いや、まだまだつながっていきますな、嬉しい、なんかこう、はい、私たちが初めて歌ったオリジナル曲が、うん、まさかこうファーストアルバムに一緒に入れてもらえるなんて、本当、今緊張してきた私あら遅っうえってなってきたどうしよう、どうしよう、嬉しくてどうしよう、そう、たっぷりプレッシャーかけていただきたいなと思いますね、おー、
あれなんだろう、あの公開生放送の時の何かの圧迫の若干リベンジ、リベンジが面白いですね。頭上がりませんよ本当に。いやもうずっとずっとセガさんの方を向いて、はい、本当にお好きですよ、もうこんな本当に上がらない。まあね、今回はあのチェンクロのテーマソング絆の物語、まあ今日ね、はい、発表になったんですけれども、はい、もうね冒頭の最初のところしかね聞いてもらってなかったんですが、はい、まあ、これからどんな名曲に仕上がっているのかとかはですね、うんうん、まあ、おいおいね時間をかけてじっくりと皆さんに、はい、発表できたらいいかななんて思っております。はい、本当に、はい、いや、まあ、聞いてもらってない上でこんなこと言うのもなんなんですけど、はい、あの後半の盛り上がりが本当に素敵なんですよ。そうなんです、はい、そうなんです。ゲームしながら聞いてもらいたい。わー、ゲームしながら聞いたら自分のギルド、そのパーティーをなんかね愛おしく感じちゃう。この子たちの結局そのチェーンするチェーンストーリーがあるじゃないですか、はい、それぞれのキャラクター同士の、はいはいはい、なんかこういうことがあったのあったんだねとか、ああいうことがあったんだねとかっていうのも、はい、曲聴きながらだとさらにこう感情が上がる。すごい、さすがいいコメントですね。勝手にマネージャーじゃないですね。ありがとうございます。さすがチーフでございます。さあここでもう一つ発表がございます。バトル始まっちゃいました。戦闘モードになりました音楽が。実はですね、はい、新人声優ユニットトリフルデビューアルバム、こちらがですね、はい、オリコントップ10に入らなければ、入らなければチェンクロ普及委員会カッコ仮、こちら終了となります。ドーン。ドーンじゃないですよ。え、どうしよう。じゃオリコントップ10で、オリコントップ10、まあ軽いんじゃないですか。軽くない、軽くない、頑張ろうよ。いや、どうすればいいんだろう。この企画聞いた時ちょっと怒りましたよ。軽く、え、なんですか。ちょっとトリフルさんに失礼じゃないかって。あ、プレッシャーかけてくる。1位、え、1位じゃないのって僕マジで聞き返しました、ね。最悪ベスト5じゃないのってちょっと小一時間説教しましたね。あ、いや、まあでも、まあすいません、そこは新小田 P って言って説得されて、はい、今回はトップ10お願いしますって言われて、まあじゃあしょうがないかっていうトップ10です。いや、なんか私たちのこのためにそんな、なので、あの全然あの皆さん平常心でですね、平常心で臨んでいただいて、どういう気持ちで平常心を保てばいいのかも分かんないです。だってせっかくこんなに企画も盛り上がってきたところで、アルバムがトップ10入りしなきゃ、何枚でトップ10入れるの？トップ10何枚ぐらいなんですか？何枚ぐらいでトップ10入れるんですか？1万枚とかって言われてます。1万枚、はい、結構ハードル高くないですか？1万枚か、どうしよう。いやいや大丈夫ですよ、平常心で神道滅却すれば火もまた涼しと言うじゃないですか。これ全然関係なかったですね、これね。全然関係ないよ、あんまいい例えじゃなかった、うん、どっちかっていうと今すげえ寒いですもんだって。まあまり油断はしない方がいいので、はい、そう、まあマネージャーさん、このお聞きのマネージャーさんですね、はい、あの頑張っていただいてですね。そうですね。ちなみにセガさんって社員さん何名いらっしゃいますかね？なるほどセガの社員は、はい、3000人ぐらいですね。3000人ですか。はい、足りてないですね。3枚ずつ、でもまあ9000枚ですけどね。1000枚足りてないですけどね。1000枚、はい、いや大丈夫、はい、私たち今マネージャーがいる。そうだそうだ、マネージャーさんたちがついてる。マネージャーさんたちの力があれば。そうですよ。いや、チェンクロ同様試練を乗り越えてこそさらに絆は強くなる、皆さんの頑張りを見てみたいんですって書いてます。あ、なるほど、読みましたね。すごい読みがありましたね。いや、てかそんな発表があった。知らなかった。いや、でもこれトップ10入ればですね、はい、チェンクロ普及委員会カッコ仮って書いてるじゃないですか今、はい、カッコ仮です。この仮が取れて正式な委員会になるらしいですよ。なるほど、っていう振りだったらしいです。それは嬉しい。付箋が貼られてたらしいですよ。そういうことだったんですね。こんなでっかいのがあったんだね。あったんですね。すごいハードル高めだよね、はい、だいぶこれ新人だからね、ファーストだからね、はい、その予備知識全くない状態からのトップ10ですから、じゃあ前が何枚売れたなとかじゃないわけですからね、未知数ですよ、はい、何枚一体売れるのかなっていう、うん、ところどうしようですもんね。まあ、でもこの結果によってはですね、うん、チェンクロ側も精霊石をね、
お配りしたりとかね。おまあそういう援護射撃もあったりありつつありつつのなかったりないの、やりますやります、ね、やると思いますよ。なので、でもやっぱセガさんは味方についてくれるんですよね。そうですよ、チェンクロファンもきっと盛り上げてくれるはずです。そうですよね、はい、70万人の70万ダウンロード言ってますから。そうですよ、そうですよ、まあ、軽い軽い70分の1ですよ。だ70分の1、ポジティブに言えば70万分の1 1枚買えばいいだけの話じゃない。そうですね、そうですね。何をね、ポジティブっすね。意味がわからない。すごい、私たち今日から本当寝ずに打ち合わせをしなければいけなくなってしまいました。ちょっとこれからちょっと、ね、一体どういうこうね、そうですね、動きをしていったらいいかとかっていう話し合いを、はい、はい、作戦会議を開いてください。はい、あとここにいないメンバーにもこのことを伝えたい。どんな顔して伝えればいいんだよ、はい、家族会議ですよ。はい、本当にですね。いや、頑張りましょう、はい、頑張ります、頑張ろう、はい、前向きにいこう。そうだ、頑張ります。カッコカリが取れるってことを考えましょうね。そうです、はい、そしたらもっとすごいことが、うん、あるかもしれない、そんな展開が待ってるかもしれない。そうです、さらにいいことがあるかもしれない。やった、よし、はい、じゃあそこに向けて頑張っていきましょう。頑張りましょう、はいはい、ということでトリュフルとチェンクロ、今後の展開にぜひこれまで以上に注目してください。ください、一緒に、そして盛り上げてください、はい、お願いします、お願いします。ということで新小田 P、 今日はありがとうございました。ありがとうございました。引き続きよろしくお願いします。はい、この後はエンディングです。過去からそろそろお時間でございます。それではチェンクロインフォメーションをお願いします。はい、テガスマートフォン向け RPG チェンクロニクルは現在フル稼働でサービス中です。はい、iPhone ユーザーの方は App Store から、 Android ユーザーの方は Google Play からチェンクロニクルで検索してぜひダウンロードしてみてください。はい、チェンクロの詳しい情報が載っている公式サイトや公式ツイッターもチェックしてください。はい、お願いいたします。そして新エリア精霊島をクリアした人も多いと思いますが、現在生徒の酒場ガチャで騎士団フェスも開催中です。はい、SR 以上のアルカナ出現率が超絶アップ中なので、新しい仲間と絆をつないでください。ちなみにですね、今はいないんですけれども、はい、お迎えに行っちゃったのでね、はい、小鳥は SSR のウェインをゲットした模様でございます。うわー、すごいね、本当に。もちろん曜日クエストも毎日配信しています。パーティーをガンガン鍛えて新たなクエストに備えてください。はい、そしてまだプレイしていないぞという人は迷わずチェンクロで検索。はい、さあチェンクロ吸引会カッコ借り、もうねまだちょっと動揺が、なんか鼻息荒くなっちゃいましたね。本当にちょっとなんかこのね、いや本当大丈夫ですよきっと。そうね、大丈夫です。今まで以上にちょっといろいろと、はい、頑張らなきゃいけないよね。はい、うん、そうなんだよ、せっかくここまでね、つながってきたから、はい、まだねつないでいきたいじゃないですか、うんうん、せっかくですから。チェンクロもやっとこう始めてしばらく経って楽しくなってきたところなので、はい、いろいろもっといろいろコラボできたらいいなって。そうですね、一緒に盛り上げたいですよ ね、うん、ですね。そうですね、うん、本当に打ち合わせをしなければ会議です、はい、会議です。どうしたらオリコントップ10に入れるのか。そうだね、会議です。もうどうしよう、頑張ろうね、はい、頑張りましょう、頑張りましょう。ということで、今日の新小田 P だけじゃなく、近々ラスボスの松永ディレクターも来てくれるそうです。おお、もうこれ以上発表とかもちょっともう松永ディレクターに相談するぐらいの勢いで次は行きましょう。そうだね、なんか発表される前に全部上から行かないと
食っていこう。そうしましょう。食っていきましょう。それではあのなんですけどみたいな。あの子のことなんですけどっていう感じで、ね、ちょっと相談する感じで。はい。そうですね、はい、ということで近々、松永ディレクターも来てくださるということで、はい、楽しみにしていてくださいね、はい、それではまた来週もチェンクロでつながりましょう。以上チェンクロ級委員会カッコ仮でした。